参謀としてアメリカから高い評価を受けた矢原博道は、第二次世界大戦時に活躍した日本の陸軍軍人である。太平洋戦争末期、日本が劣勢に立たされている中迎えた沖縄戦では、当初水際作戦が予定されていたが、大本営のミスにより沖縄防衛の要であった第9師団が台湾に派遣され、約束されていた補充師団も到着しなかった。絶望的な状況の中、矢原は寝技戦法しか対抗手段はないと考え、持久戦に持ち込むことを提案。この作戦が功を奏しに、本軍は前線、対するアメリカ軍は大きな犠牲を強いられることとなった。うまくいっていた持久戦術だったが、大本営から攻勢に出ろと命令が下り、総攻撃を仕掛けるも大惨敗。この戦いで矢原はアメリカから優れた戦略家と評された一方で、日本の上層部の無能さを晒すこととなった。